皆さん、はじめまして。司法書士受験科を担当させていただくこととなりました、司法書士の小玉正義と申します。よろしくお願いいたします。で、これからですね、私がやっていこうと思っております講座のコンセプト、これをですね、ちょっとご説明させていただきたいと思います。と、まず、私がですね、やろうと思っていることは、たった一点、記述式の本試験の記述式の問題を早く解くための方法、これをですね、皆さんに身につけていただこう、はい、こういう講座にしていきたいと思っております、はい、で、じゃあなんでそんなことをやるのかって言いますと、本試験のですね、受験を一度でもなされた方はご経験あると思います。本試験の問題、これ分量多すぎて時間が足りないんですよね、はい、で、ですね、毎年の本試験で択一35問、記述式不動産登記、記述式商業登記1問ずつ、これをですね、午後の特に午後の部、これ3時間以内で解かされるというですね、非常に無茶な時間設定の試験となっておりまして、で、毎年のですね、本試験受験なされた方が言う言葉には、やっぱりですね、今年の本試験時間が足りなかったな、もうちょっと時間があれば点数取れたのにな、もうちょっと時間があれば受かってたのにな、という方が非常に多いのが、これ司法書士試験の特に午後の部のですね、試験の特徴であります、はい、ですから、それをですね、克服するために、私は講座で試験問題を早く解く方法、本試験の試験問題を早く解く方法、これをやっていきたいと思っております。はい、そしてですね、私自身のですね、プロフィールをちょっとさせていただきますと、私は平成20年頃、はい、私自身が受験生時代の頃から本試験の採点基準分析というものをしております、はい、本試験の採点基準分析、どんなふうにやっていくかといいますと、本試験の実際にですね、本試験を受験されたですね、合格者の方とか、択一基準点をすでに突破されてですね、記述の採点がされている方、そういう方にお願いして、法務省にですね、個人情報保護法による情報開示請求っていうものをしてもらうんですよ、はい、で、そこでですね、そうすると情報開示請求によって得られるものは、本試験ですね、その方が現場で解いてきた答案そのものなんですよね、そのコピーをもらえるんですよ、はい、ですから多くの方にですね、そのコピーをバーっていただきまして、それらをですね、私の方で書き集めまして、それをもとに、それをそこから逆算すると、本試験でどんな採点基準が通って取られているんだろうっていうことが分かりますよね、はい、ですから、そういうですね、分析を過去10年以上やってきました、はい、ですからですね、私の分析結果として、私の頭の中には本試験の採点基準の目安というものがですね、頭に入っております、はい、ですからですね、それを使った講義をやっていきたいと思っております、はい、で、具体的にはじゃあどんなことをやるのかって言いますと、ですね、記述式、大まかに言いますと、私が作った記述式の問題をですね、皆さんに解いていただいてですね、はい、そしてそれをもとに解説講義をしていくんですが、解説講義の内容もこういうことですね、本試験のですね、受験対策としてですね、例えば本試験の問題文、長い問題文をですね、早く読む方法、これ実はあるんですよね、はい、本試験の過去問を分析していくと分かりますので、あります、問題文を早く読む方法とかですね、はい、あとは本試験でのミスをなくす方法、ミスっていうのは、いろんな類型のミスがありますが、それをですね、皆さんに実際に問題演習していただいて、それをあぶり出してですね、はい、で、それの対策を練っていくっていうことも講座でやっていきます、はい、で、かつですね、かつ本試験の私本試験のですね、採点基準の分析をして、多くの答案を目の当たりにしていますので、はい、その結果ですね、はい、どのくらい汚い文字で書いたら本試験ちゃんと採点してくれるのかな、どのくらい綺麗な どのくらい汚かったら採点してくれないのかなっていうのもおおよその目安として頭に入っておりますので、そういうこともですね、講座内でご紹介していきたいと思っております、はい、ということでですね、はい、単純に言うとそれだけの講座、はい、で、そのですね、記述式の問題を早く解けるようになっていただいてですね、はい、で、時間に余裕を持って高得点を叩き出していただくということを目標にした講座となっておりますので、はい、内容はですね、もう正直ここで申し上げます、結構きついです、はい、宿題的なものもかなり出させていただきたいと思っております、はい、ただですね、はい、これ今年の本試験に合格したいというかですね、もう頭の中で今年の本試験に絶対合格しなきゃならないって思っている方は、苦しいのを承知で私の講座ぜひ来ていただけたらと思います、はい、それだけの得るものだけはご提供することはお約束いたします、はい、ということで、ですね、これから本試験次の本試験に向けて、一生懸命頑張るという受験生の方、私もですね、一緒に一生懸命頑張りますので、ぜひ一緒に
頑張りましょう。はい、よろしく、今後ともですね、はい、よろしくお願いいたします。それではじゃあ終了といたします。失礼いたします。